はい令和3年論文本試験選択科目経営学の公表と解説の方を始めていきたいと思います。担当はレック先任ンン講師二芽目です。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした。まあ、今回の経営学について、まあ、簡単に内容の方をね、振り返っていきたいなと思います。 もうねあの他の予備校さんとかでもね、まあ、計画のそういったボーダーとかっていうのは出されているのでまあ大体どれぐらいできていなければいけないのかっていうのはおおむねの数値っていうのはねあのご存知の方が多いのかなとは思うんですけど、まあ、いかんせんちょっと計画はね配点とかも読みづらいところがあるのであの素点での目標点数っていうのを示すことにあまりね正直意味がないのかなとは思っているんですがまあ大体その半分ぐらいっていうところが今回の目標点数にはなるかと思います。 まあ50点程度ですね。50点。半分超えていればね、得点比率52っていうのは超えてくるかなとは思いますので、まあ、全体のね、その回答箇所として、半分ぐらいのところが正解できていれば、まあ十分なんだと。まあそういう認識でね、あのフィードバックしていただくといいのかなというふうには思います。はい ただ、まあ、計画は割とね、その、蓋開けてみると、本当にさっきも言った通り、その、配点がちょっと読みづらいところがあるので、あのー、蓋を開けてみるとね、素点での合格ラインがもう少し高くなっているとか、まあ、もう少し低くなっているとかっていうところの、ここのブレ幅が多分他の科目よりも大きいのかなとは思いますので、まあ、そこはね、ちょっとご了承いただいた上で、もう、普通に回答箇所ベースでね、半分ぐらいっていうところができていれば、まあ、十分なんだと、まあ、そういうふうな認識を持っていただければなと思います。 で今回についてはね、その特徴として、まあ、経営管理はまあ、相も変わらずと言いますか、まあ、ちょっとクイズ的なね、要素っていうのが問われているというか、まあ、一般教養的な話っていうのも問われているので、まあ、問いの一番はそういうね、やはりその不確定要素っていうのが多分に含まれる分野ということもあるので、ね、もともとあまりそこにね、頼らないでくださいねっていうお話はしていたかと思いますんでね、まあ、いつも通りはこういった内容なのかっていうふうにね、あのー、感じながら回答できた方が多いのかなと思うんですが。 まあ問いの2番というかあ、問題2の方ですね。このファイナンスの方がなかなか厄介というか、まあ難しいと思いますね。ちょっとこれまでの過去の本試験の中でも相当難しい回なのかなとは思います。まあ答えを見ればね、あまあ確かにそうだよねっていう感じだとは思うんですけども、まあいかんせんちょっと形式面でもね、あまり見覚えがない問題だったのかなと思いますので、まあその読解力みたいなものがね、結構要求された内容だったかと思います。 だからそのファイナンスの方でね、ちょっとしっかり稼いでいこうっていうふうに考えていた方にとってはね、あの、その戦略があまりうまくいかなかったっていう方多かったんじゃないのかなとは思います。ただまあそれは全受験生同じなんでね、そんなにこの問題がね、すごい簡単でね、サクサク解けますみたいな方っていうのはほぼいないと思いますから、あの、合ってるかどうか不安な中でね、回答を進めている方がほとんどだと思いますので、 まあ今回のね財務管理についてもまあ50点ぐらいっていうところが取れていればね本当に御の字なのかなというふうには思いますね。はい、従来、ね財務管理っていうのは7割近く取ってくださいねっていうご案内なのであのそれを想定していた方にとってはね今回、本試験解きづらいなっていうふうな印象を持たれたのではないのかなと思います。はい、あくまで相対評価なんでねあの絶対的絶対的な点数、絶対値っていうところはねあまり気にする必要性はないんですけれども。 まあこの半分ぐらいの得点が取れていれば、得点比率は52、まあ超えてくるのかなとは思いますんでね。まあそういう前提でね、あの、問題のまた再度確認を進めていただくといいかと思います。で、今からもう本当に簡単に内容確認をしていきたいと思うんですけど、まあこの第1問、問題1の問1ですね、まあ、このスパンオブコントロールの話、 まあ過去にもね計算問題で問われたことがあって、まあ、レジュメとかにもねあのスパンオブコントロールの計算っていうのは載せていたので、まあ、それが分かっていればねある程度対応できたんじゃないのかなと思うんですけどただまあ一貫ん,んこれ綺麗な数値にならないのであの合ってるかどうかねちょっと自信が持てない中回答することになるのかなとは思います今回そういう問題本当に多いですね まず従業員の数を、ね、計算しなきゃいけないということで、まあ、このスパンオブコントロールの人数がちょうど7人ですと、だから1人の上司が管理しているのが部下の数が7人ですよと、でトップマネージメントがいて、その下に7人部下がついていて、でその7人の部下にさらに7人の部下がいてで、さらにその7人の部下の下に7人の部下がついているという、ね、こういった4層の、ね、階層になっていると。 だから従業員の数としてはこういう計算ということになりますね。トップマネジメント、まず1人。これが第1階層。で、第2階層に7人いて。で、この第3階層に7人かける7人がいるわけですよね。7人の上司が7人の部下を持っているんで、7人かける7人。で、さらにこの7人が部下を7人持ってるんで、この7人かける7人かける7人っていうのが加わることになります。 だから合計として400人っていうのが求まりますね400人。1人足す7人足す7の2乗人足す7の3乗人ですね。合計400人っていうのが、これが組織の規模ということになります。で、この400人っていうのを今度ね、今4層の組織階層になってるんですけど、組織をフラット化させて3層にしていきたいと。 まあそうなった時に1人の上司が管理する部下の数として最低限何人になるのかっていうのを計算するわけですが、まあ、ここの計算の規則性ね見ていただいたら分かる通り。まあトップは1人で代わりがないままですから第一階層は1人でその下に今度 X 人っていうね部下がついてきてで、その X 人に対して部下が X についてくるんで X の二乗人っていうことになりますね X の二乗人部下がいますよと。 1+x+x 1の2乗これが400人に収まらなければいけないと400人を超えなければいけないとまあこの数が400以上となるような x は19.48人っていうのが求まりますんでまあこれを切り上げて20人以上ですね1人の上司が部下を管理していかないとこの3つの組織階層で400人を収めきることができないという話なんですね。 これもしかするとね、19人って答えてしまった方いるんじゃないかなと思いますけど、19人だと、これ、あぶれちゃう人出てきますからね。400人っていうところが、要は、スパンオブコントロールが19人だと収まらないわけですからね。あぶれてしまう人が出てくるんで、まあ、これを切り上げて20人って回答していかなければいけない、そういう問題だったんですね。はい。まあ、これが問いの一番。まあ、自信がない中でもね、 あのこの回答にたどり着くこと自体はそこまで難しいわけではないのかなとは思います、はいまあ、正解している方は、ね、結構多いとは思いますねで次の問いの2番これはもう典型論点ですね、まあ、組織構造論で触れているところですねあの確実に正解しなければいけない内容です、はいまあ、特に難しくはないと思いますね有機的システム、まあ、組織を有機的組織そしてコンティンジェンシー理論ですね 組織構造のコンンンティンジェンシー理論、まあ、この辺りはもうねあの典型度が高い内容ですから覚えていないという方はねいらっしゃらないのかなと思います。で次の問いの3番ですね問いの3番、まあ、問いの3番に関しましてはこれはねあの予備校によってはやってなかったというところもあったようなんですけども普通にレックではやっていましたね社内ベンチャー制とか、まあ、マトリック組織 まあ、マトリックスしかやってない学校ないと思うんですけども、社内ベンチャーについても、あの普通にレジュメとかには掲載がありましたので、あのそれを見ていた方であればね、あこれは社内ベンチャーだっていうところで回答できたのかなとは思います。ただまあ、あまりね、この社内ベンチャーとかっていうのが問われることを想定していた学校っていうのはないのかなとは思うので、まあ、重要度自体はね、A ランクとかにはしていないところがほとんどだとは思います。 だから、社内ベンチャーについてはできていなかったとしても、まあ、そこはそんなにね、大きな失点にはならないのかなと思うので、まあ、マトリックス組織っていうところが最低限かけていればいいかとは思います。で、次の問いの4番は、組織文化の機能についてのお話で、 まあ一応、この回答していくにあたっては、誘導が与えられていて、判断基準、行動の予測可能性、業務の効率的遂行ということで、まあ、そもそも3行しか書、ね、かせる問題にはなっていないので、この3つのキーワードを散りばめるだけでね、1行ぐらい、まあ、1行埋まるっていうのは大きさですけども、あの1行の半分以上は、ね、埋まることになりますから、まあ、割とね、書ける内容っていうのは限られてくるのかなと思います。そんなにあの受験生間で幅のある回答にはならないと思いますね。 まあ組織文化っていうのはこの従業員間で共有されている価値観とか考え方っていうところになりますんで、まあ、それが共有されることによって、まあ、それが判断基準として機能することになるわけですよ意思決定を行っていく際行動する際の判断基準になりますとでこの判断基準っていうのが共有されることによって、まあ、他の組織メンバーの行動について予測可能性っていうのが高まってくると他の人間がどうね行動していくのかっていうところの予測可能性が高まりますよと まあそうなればね、そのあうんの呼吸で業務を遂行することができるんで、そういった管理機構っていうところをデカデカ作らなくてもね、従業員に任せておけばあうんの呼吸で業務を進めることができるんで、業務の効率的遂行っていうのを行うことができますよっていうね、まあ、こういう内容を書いてもらえればよかったと。部分点は拾うの簡単だとは思います。はい。で、問いの5番、カニバリゼーションですね。まあこれも、 レジュメとかには載せていた内容になりますけれども、カニバリゼーションについては、これ何だったかというと、ともぐいということになりますけれども、この新しい事業というところを始めようかといったときに、この抵抗する動きが出てきやすい、その理由としてカニバリゼーションの発生回避が挙げられると、ともぐいが生じる恐れがありますよと、既存事業から新規事業への転換。 それをするる際にとも食いが生じる、まあ、どういうことかっていうと自社の売上高や利益率の低い新規事業ですね、まあ、一般的に新規の事業の方が売上であったり利益率がまあ当然低くなることになるとでその高い既存事業の代替となってしまう現象であり、まあ、経済的に不利な影響を企業にもたらすことになるためその発生を回避する目的で抵抗運動が見られますよと、まあ、以上が カニバリゼーションです、ね、まあこれはただね書ける方がどれぐらいいるのかっていうのは未知数なところで当連とかでねまるっきり同じ,同じ問題を出していたわけではないのでもうこの模範解答に近いものが書けるかどうかっていうところはね本当にレジュメとかを隅から隅まで読んでいた方であれば回答することはできるのかとは思うんですけれども。 なかなかそうでない方はね思い出して書いていくっていうのが難しい内容だったのかなと思いますまあランク的にはこれは C ランクってことではないですけどもまあ B マイナスぐらいのねレベルの問題かなとは思いますはい以上がこちら第1問問題1ですねで今度第1問問題2のところになりますけれども、まあ、マーケティングですねまあ当初の予想通りマーケティングが出題されているわけですが まあ問いの一番、純粋早期っていう言葉が問われていて、まあ、この純粋早期っていう言葉そのものはね、あの学習はしてなかったと思うんですよ。これはね、ちょっと申し訳なかったんですけど、レジュメとかには載せていなかったというところで、 やってただまあ純粋早期っていうところのその言葉のねニュアンスでまあどういったことを書かなければいけないのかっていうのはまあなんとなく察しはつくと思うんですよ一応講義内ではそのブランド連想とかって話はやっていたんでね似たような言葉になりますけれどもまあこの純粋早期とそのブランド連想って話を思い出してね書いていただければまあこういった模範解答のような内容になってくるのかなとは思います ま、製品カテゴリー等の限定的な情報が与えられたときに、特定のブランドの記憶が再生されることで、広告宣伝によって消費者に対して自社ブランドが浸透しているほどその割合は高くなると。例えば自動車といえばトヨタ自動車とか、牛丼といえば吉野家みたいなね。まあ、そういうイメージっていうところがね、製品カテゴリーを聞いた段階で思い出せるっていうところが、これが純粋早期。まあ、これが起こればね、 非常にその製品のね、あの購買力が高まるといいますか、お客さんに製品を買ってもらいやすく当然なりますよね。マーケティングにおいて、こういった純粋早期という話がね、一つ重要な話になってきますよと。で、次の問いのに、価格弾力性についてその値を求めなさいと。まああこれもね、あの 去年のね、当連とかだと出していたんですけど、今年の当連では残念ながらピンポイントは出していなかったんですね。で、価格弾力性、ただまあ、これ自体はね、あの、計算のやり方ってそんなに選択肢ないと思うんですよ。あの、この1万円が急性に値下げされて10%値下げした時に20%需要が増えている。 価格の弾力性っていうのはこういった価格を下げることによって需要がどれぐらい変わるのかっていうのを示しているものなんでそこの言葉の意味が分かればね必然的に10を分母にとって分子に20を取るっていう計算ができると思いますから需要の価格弾力性っていうのは2であるというそういう計算結果になりますもしかするとこの分子分母をひっくり返してね回答してしまった方もいるのかもしれないんですけどもこの価格を下げることによって需要がどの程度上がるのかっていうのが問われているわけですからね 10分の20っていうところで計算していく必要性があったと。で、次の問いの3番。まあ、こちら。B2B B 企業が消費者向けに行うブランディングの特徴について、次の2号を必ず用いて説明しなさいと。これはまあできてる受験生いないでしょうね。あのー、これはやってる予備校もないでしょうから、一応、レジュメの中でね、このプル型とかプッシュ型っていう話は触れてますけども。 B2B、まあ、企業っていうところをね、前提にしたような話っていうところになるとね、何を書いていいかっていうところが非常に悩ましい問題だと思いますんで、まあこれについては全くできなくてもいいかなという感じです。はい。ただまあ一応プルとね、プッシュ型について何らかのね、そういった説明を加えてあげてね、部分点を拾うってことはね、十分狙えるのかなとは思いますんでね、プッシュ型、プル型、 それぞれの、まあ、この表現が何を意味しているのかっていうところ、それを簡単に説明しておけばね、2点ぐらい拾えるね、チャンスはあるのかなと思いますんで、ま、あ何か書いて、やはりね、部分点は拾える拾っていただければ、それでね、あの、大きなアドバンテージにはなるかと思います。はい。で、次の問いの4番。この、マスコミ4倍4番、四倍,倍体ですね。マスコミ4倍体。具体的に、テレビ、新聞、雑誌、ラジオというところで、 まあこれは本当にすいませんでしたあの。レックではこれやってなかったですね。やってた予備校もあるようですけども、これについてはやってなかったですね。ただ、やってはなかったんですけど、1個ぐらいは当てられると思うんですよ。まあ、テレビ、新聞、雑誌っていうところで、あのまあ雑誌はちょっと思いつきづらいかなとは思うんですね。テレビと新聞っていうところは、まあ、新聞の方がもしかしたら出てきやすいのかなとは思うんですけど。 まあ、テレビ、新聞っていうところは比較的ね、そんなにあの答えることが難しくはないとは思います。テレビと新聞ですね。雑誌はまあ、ちょっと思いつかないかなと思いますね。知らないと回答できないと思います。はい まあ本当、こんな問題出してどうするんだって感じはするんですけども。まあ、それ言っちゃうと、まあ、あの、おしまいなんですいませんけどね。あの、そういう、まあね、あんまり悪く言うのは良くないとは思うんですが。ただまあ、こういうちょっとクイズみたいなものになってるんでね。もう、あんまりこういう知ってるか知らないかっていう問題でもいいとは思うんですけどね。まあ、以前から言ってる通り、もう少しその回答箇所については増やしてほしいなっていうのは思うところはありますよね。これだって1問回答できないだけで、 何点変わるんですかって話になってくるんでねもう少し回答箇所を増やしてね知識系の問題っていうのを答えるようなあのそういう形式にしてもいいのかなと思うんですけど、まあ、計画って時間余る科目ですからね、まあ、そうしても別に誰も不満が生じないと思いますからその方がねあのちゃんと勉強した人とあ,のあんまり勉強せずにたまたまラッキーパンチがあった人でねあのそこのちゃんとね選別をすることができると思いますから。 もう少し数はね増やしてほしいなとは思いますね。はい、で次の問いの後これはダイナミックプライシングですね。これはまあ、模試とかでも出していたものになりますので、あのしっかりとね復習されていた方であれば、まあ、ダイナミックっていうのは記入することはできたのかなと思います。はい で、最後、問いの6、SDGs ですね。これは中身が問われることは多分誰も想定してなかったんじゃないかなと思います。SDGs って言葉そのものはね、あの、やはり出てくる可能性があるよっていうのは去年も言ってたことではあるんですけども、中身まで問われるとはちょっと想定していなかったですね。で、なんとなくね、あの、この後ろに続く言葉からですね、1個ぐらい正解できるといいんじゃないかなとは思います。 A がこれ、教育が入る。まあ、教育は難しいですね。あの、おそらく医療とかって回答する方が多いんじゃないかなと思います。で、B はこれ、ジェンダーですね。ジェンダー。まあ、ジェンダーの平等、ここが一番埋めやすいのかなと思います。ジェンダーの平等。まあ、平等って言えば、まあ、ジェンダーの話。まだ男女平等っていうふうに答えてしまう方もただいるのかなとは思うので、まあ、ここがジェンダーっていう回答じゃないと、ちょっと厳しいのかなとは思います。はい。 なの C はまあ難しいですね。気候変動とかっていうのはなかなかあの思いつかないかなと思います、はい。温暖化とかっていうふうに書いちゃう方の方がね、多いと思いますね。で、また D のところ、これはパートナーシップっていうのが入るわけですけども、多分対話とかっていうふうに回答された方が多いんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、なかなかね、これもさっきの問いの4番と一緒ですけど、知らないとどうしようもないんでね。 まあ別に知らないとどうしようもない問題を出してもいいんですけどまあとにかく数を増やしてくれっていうのは思うところはありますね。1箇所1点とかにしてまあ、それをねあの何十個か聞いてもらうとかあるいは0.5点にしてもいいと思うんですよ。それで何十個か聞いてくるっていうのでいいとは思うのでそういう形式にしていただかないとねあのどこまでどのレベルで勉強すればいいのかっていうその見通しがとにかく計画で立ちづらいところなんでね。 もう少しこの辺はね、試験の,、まあの先生、こんなあの私の動画なんか見てないと思いますけどあの、もう少しちょっと改善していただきたいところは、もう以前から感じるところではありますけど、まあ本当にちょっと常日頃ね、これは思うところではありますね。はい、ただまあ文句言ってもね、まあこれ一応受験生間であの、一応皆さん条件は同じということにはなりますんでね。 まあこういう条件の中でね戦っていかざるを得ないのでまあしょうがないところなのかなとは思いますけどもまあとにかくこの第一問の経営管理の分野についてはまあ不確定要素がとにかく大きい分野ということになりますんでねまあここにあまりね依存せずにここはもう最低限取れればいいととにかく計算のところでしっかりとねあの点数を取っていけばいいんだっていうそういうスタイルはねあの基本的に変わりなくね維持していただいて まあその学習の方針のもとね、あの今後の対策っていうところを目指していただくといいのかなとは思います。で、次の第2問、問題1からね、見ていきたいと思いますが、まあこちらはね、エージェンシー理論ということになりますけれども、 まあ、いきなりね、この冒頭割引率が0%ってどういうことなんだっていうところでね、ちょっと初め違和感を覚えた方がいるんじゃないかなと思いますけども。まあ、将来のキャッシュローについてね、特に時間価値を加味する必要性がないという問題なんで、まあ、状況をね、簡略化するための設定ということになります。まあ、この問題1は、まあ、できてほしい問題ですね、正直ね。この、今回第2問難しいわけですけど、問題1と問題3、これの出来栄えによってね、 もうおおむね点数は決まってくると思います。まあ、最後の問題4もね、しっかりと分かっていればできる問題なんですけども、ただまあ、いかんせんね、あの、あんまりやり慣れていないような内容だったのかなとは思いますんで、問題4はちょっとね、あの難しく感じる部分かなと思いますけど、その1、3っていうところはね、これは死守しないといけない内容ですよ。もう計算の手数もあんまりかからないですし、まあ、問題3はちょっとかかりますけども、あの、十分高得点を狙える内容なのかなとは思います。 今回の問題、問題2が難しいんでね。問題2ではそんなに高得点狙うことは厳しいのかなとは思いますので、問題1と問題3っていうところでなんとか拾いたかったかなというところですね。まあ問題1はもうこれ単なるね、あの問いの1番なんかは足し算引き算の世界になってくるので、あの何も複雑な計算は要求されていないですね。まあ丸の1番ですね。まあこの プロジェクト X が実行されたとしてもプロジェクトの投資時から今月末までの間に株主に帰属するネットキャッシュローはいくらかっていうと、まあ、これ負債1000億の返済義務っていうのが月末に生じているとで今あるプロジェクトっていうのは200億,200億円株主から、えー、まあお金を調達して投資をすれば350億円の賞味現在価値っていうのを獲得することができる、まあ、550億円のキャッシュローが生じるんですよね。 550億のキャッシュウローが生じて350億の賞味減在価値が生まれるとでこの550億のキャッシュウローが生じたとしても1000億の返済義務っていうところが今月末に生じているので、まあ、この550億のキャッシュウローっていうのは全てこの負債の返済の方に充当されることになりますからね株主よりも債権者の方が投下資法の回収順位が高いので債権者がまずは 自分が貸したお金の回収を行ってことになりますから株主に分配されるお金はないわけですよこのプロジェクトっていうのを実施したところで株主には何らね分配金っていうのが生じないということになるんです株主は純粋にお金を出しただけなんですよ200億円お金を出して債権者が優先的に回収するキャッシュフローを生み出しただけなんですねだからこういうプロジェクトっていうのは賞味減在価値がいくらプラスだからといってもですね 株主からしてみたら面白くないわけですよ。債権者だけが得をするんじゃないかと。ここにね、株主と債権者のそういった利害の対立があるわけですよね。はい、よろしいでしょうか。まあ、1番はこれマイナス200億ですね。株主はマイナス200億出して終わり。債権者っていうのは、これ、550億のキャッシュフローを獲得することができるってことで、2番は550億です。 だからここはもう一瞬で回答が終わるところ、電卓もいらないレベルの問題ですね。で、次の問いの1の2、この投資額200億のままで、賞味現在価値っていうのがいくら以上であれば株主は増資に応じるのかっていうと、まあ、これは1000億円っていうところが正解ですね、1000億円。 プロジェクト X の賞味現在価値が債権者に帰属するキャッシュフローですね。1000億円っていうところを、まあ、超えていれば株主に帰属するキャッシュフローがゼロを超えるため株主は増資に応じることになりますよと。少なくともその債権者の取り分っていうところを確保した上でプラスアルファでキャッシュが生じるんだったらこの投資案っていうのは、まあ、賞味現在価値もプラスの投資案なんで、まあ、株主も増資に応じますよっていう話ですね。 よろししいでしょうかこれどうですかねあの、回答としてもしかしたら1200億って答えた方もいると思うんですけど、これ問われているのは賞味現在価値の大きさですからね、ね現在価値の大きさそのキャッシュフローとしては1200億生じる必要性があるんですよ、1200億。 キャッシュローとしては1200億生じる必要性があってそこから200億の投資を引いた1000億円っていうところが賞味現在価値ってことになりますからねキャッシュロー1200億生み出す必要性があるっていうところを認識して回答としては1000億って答えなければいけないと投資額を引いた1000億と答えなければいけないとこれがまあ,あの正しい説明ですね、はい、大丈夫ですかね キャッシュフローを答えるのではなくて、賞味現在価値の計算が問われているので、このプロジェクトのキャッシュフローが1200億円というところを超えていれば、株主にもキャッシュフローが分配されることになるので、この投資案を採用すべきということになりますよと。で、次のところ、今度問いの2番ですね。まあ、今度はリスクシフティングと呼ばれるもので、 リスクシフティングですね。まあ、これは講義中にも取り扱っているわけですけども、あの、債権者と株主だと、まあ、望ましいと考える投資案件が違うと。債権者っていうのは、そもそもね、もうキャッシュローっていうのが決まってるわけですからね。もう契約通りにキャッシュローが生じるだけなんで、できるだけ安定した投資案っていうのを採用してほしいって会社に考えてるんですよ。会社に対して安定した投資案件っていうのを採用してほしいと。で一方、株主っていうところは、まあ、これはね、債権者よりも、 ので、多少ね、そのリスクの高い投資案件っていうのを選択してもらってね、大きな利益を獲得したときに自分たちに分配されるお金っていうのが大きい方がいいよと。そもそも事業に失敗したとしてもね、あの株主っていうのは有限責任なんで、まあ、自己資金以上の損失を被ることはないわけですからね。多少リスクの高い投資案件の方を好むというところで、 債権者にとって望ましい投資案と、株主にとって望ましい投資案っていうところに、まあ、差が見られますよという話ですね。まあ、それをリスクシフティングっていう言い方をしますと。株主の利害っていうところを優先する結果、債権者にとって望ましい投資案件っていうところが棄却されてしまう、そういった恐れがあるんだと。はい、で、まあ、ここの具体的な計算ですね。まあ、3、4っていうところが問われてますが、まあ、3はこれはね、絶対回答しなければいけない。 まあこの Y の賞味現在価値と、まあ、この Z の賞味現在価値の差を取ってあげればいいだけなんで、まあ、こちらの資料の数値ですね拾って計算すればいいだけですから、まあ、ここは何にも難しくないですね、まあ、絶対できなければいけないところですはい。で、空欄4についてはこちらプロジェクト Z の方が株主に帰属する金額がいくら多いのかっていうところで、まあ、この債権者に対してね 取り分といいうところをまずは払っってて、く必要性があってプロジェクト Y を採用した場合とプロジェクト Z を採用した場合とでこの債権者に対する取り分を払った後、まあ残るお金が大きくなるのは Y と Z のどっちなのかっていうのを計算してあげればいいので、まあ、こちらの計算式で求めることができますね。 プロジェクト Y は15億円か、あるいは20億円になるわけですけど、15億っていうのはまず債権者に払う必要性があるんで、まあ、この15億しかプロジェクト Y で獲得できなければ、株主に帰属するのはゼロなんですよ。で、20億になれば5億円っていうところを株主に帰属させることができて、期待値は2.5億円。で、一方、プロジェクト Z については、まあ、これは、 そもそも失敗すればね、6.25億円のキャッシュしか生じないんで、まあ、これは株主にとってはゼロってことになります、ゼロ。で、うまくいけば30億から15億を引いたね、15億を獲得することができるんで、3億円ってことになって、まあ、こっちのプロジェクト Z の方が、リスクは高いんだけれども、株主に帰属するキャッシュっていうところの期待値は大きいと。だから0.5億円 Z の方が有利であるっていう回答ですね。 よろしいでしょうか、まあ、以上が問問題1のでですねで次の問題2のところですねこれの問いの1番は部分点拾えるかと思うんですけど問いの2番はねもうやらなくてもいいです。これはねちょっと解釈の余地があるというかあの時系列がね非常に見えづらい問題となっていて、まあ、どう解釈するかによってちょっと回答がね あの変わってくる恐れがあるので問いの2番についてはもう見る必要性もないと思ってくださいちょっとまだね模範解答としてどうするかっていうのをかなり悩んでいるところになりまして、うんまあ、この解釈の問題になってくるんでね非常に悩ましい問題ではあるんですけども、まあ、問いの2番についてはこれはねもう飛ばしてもらって構わないかと思いますので復習する時にもやらなくていいです、まあ、問いの1番の部分だけ内容を確認してもらうといいかと思いますね 1で一番のこのプロジェクト A の賞味現在価値の計算ですね。えー、まあこれについてはね、まあ、このフリーキャッシュローも与えられているわけなんで、まあ、割引計算をしていけばいいんですけども、まあ、問題はここの100億円の有給土地の機械原価の部分ですね。100億円は売却可能であるという話で、まあ、この有給土地を活用してプロジェクト A っていうのを実施しようと考えているわけですけども。 この100億の部分っていうのを機械原価としてね、経済性の計算に織り込んであげなければいけないっていうのが判断ついたかどうかですね。判断ついたかどうか。まあ、それ次第って感じになるかと思います。100億の引き忘れっていうところをですね、100億を引き忘れるっていうミスが多いのかなとは思いますね。はい。 で次の、こちら、プロジェクト A への投資を行う前の X 社の企業価値、これはね、正解しなきゃいけない問題かなと思います。こちらについては、フリーキャッシュロー100億っていうのが示されていて、まあ、これを株主資本コスト率8%で割り戻してあげれば、まず事業価値が求まるわけですよね、事業価値。 1250億円の事業価値っていうのが求まりますので、これに非事業用資産っていうのを加えてあげることによって、企業価値が求まるという話だったわけですよね。で、非事業用資産がこちらの有給化している土地ですね、100億円と、まあ、この余剰現金50億円の合計150億ってことになりますんで、まあ、これを1250億に加えた1400億円が企業価値になってくるということで、この丸の2番は拾いたい問題です。はい、2番 それとこの ③、ね、ここの番ですす。ね、は拾えま負債の節税効果の現在価値の計算が問われているだけなんでこの負債150億円に税率40%を乗じた60億っていうのが負債の節税効果ってことになりますから二と三ができていればまあ御の字かなという感じですで今度丸四番 この借り入れを行った後自社株買い後の企業価値を求めていきましょうねということで、これ、そもそも借り入れを行う前っていうところが、1400億円だったわけですよね、1400億円。借り入れとか自社株の買いを行う前の企業価値っていうのが1400億円。 で、ここから、売却される有給土地。この土地を有給化している部分、100億売却すると、100億円が外に出ていって、100億お金が入ってくると。まあ、だから、総裁されるわけですけど、土地が元気に変わるだけなんでね、企業価値に対して何ら影響を与えないわけですけども。まあ、1400億から100億引いて100億足せばいいと。 で次にこの現金100億入手したもののうち50億円自社株の買いに当てることになりますんで、まあ、50億は社外に流出することになりますからマイナス50そして残り150億の部分についてはこれはお金を借りて借りたお金を使って自社株の買いを行うわけですからここは相殺されますね結局ね、まあ、さっきの土地の売却と話は一緒です ただ負債の節税効果が働くので60億っていうのが企業価値に加算され1410億っていうのがこれが丸の4番の番回答ということになりますでこの時の株主資本コストなんですけどこの1410億からね負債の150億を引いた1260がこれが株主価値ってことになりますんで。 この株主価値を分母にとって、分子に株主に帰属するキャッシュフローっていうのを取ってあげればいいわけですけども、株主に帰属する、まあ、キャッシュフローあるいは利益っていうところについて、この100億円のフリーキャッシュフローっていうのがまず示されていて、これは税引き後の営業利益をベースにしてますよね。もう税金引いた後ですよ。まあ、税金を引いた後の利益、あキャッシュフローってことになりますんで、この100億をベースに考えたときに、 資本構成が変わることによって利息の支払いが追加で生じることになりますから150億に対して、えー、この3%の利率を掛け算してあげた4.5億円っていうのが支払い利息ということになりますでこの4.5億っていうのは税引き前の利息なんで、まあ、この税引き後の利益っていうのを求めたいあるいはキャッシュローを求めたいって言った時に税引き後の負債コストを引いてあげなければいけないですね、まあ、この4.5に 1> 1 40を掛け算したものを引いてああげる必要性がありますよとここはちょっとね手続きとして難しいのかなと思いますけどもともとの100億っていうのはこれ税引き,前にあ税引き後になっているわけですからね、まあ、これが税引き後になっているんで税金の影響を加味したね支払い利息っていうのを引いてあげる必要性がありますよと、まあ、これで97.3っていうのが株主に帰属する。 キャッシュフローとして求まりますんで、まあ、97.3を1,260億で割り算してあげれば、7.72%というのが求まりますよと。まあ、これが株主資本コスト率の計算ですね。 以上が問いの1番で、まあ基本的にはね、もう2と3ができていれば十分だと考えてもらっていいかと思います。まあよくできる方で4も狙えるかなという感じですかね。まあ4できたら5もできる可能性高いと思うんですが、まあここはちょっとね、調整が難しいところかなとは思いますんで、まあ合格ラインってことを考えれば2と3ができていれば本当に十分です。で、次の問いの2はね、あのもう飛ばしてください。こちらについては、もう見直す必要性もないかと思います。 もう計算も途中ねちょっと煩雑な部分要求されますんでやる必要性がない問題だとまあそう認識してくださいで次のところをですね今度問題3なんですけど問題3ですね問題3で、まあ、問いの一番はこれは簡単ですねあの 景気敏感株式のリターンとディフェンシブ株式のリターンですね。この期待値を計算すればいいだけなんであの、ここは絶対正解しなければいけない A ランク論点ですね。これはね。で、問いの2番もこれはできなきゃいけない。まあこれ、証券市場線が描かれてるわけですけど、このベータ値が1のところっていうのはこれ、市場ポートフォリオを示しているわけですから、市場ポートフォリオのこの期待収益率っていうのを答えてあげればいいと。まあ、こちらの2%と10%の過重平均値を求めてあげれば、 6%っていうのが丸の1番の回答として求まりますね。はいまあ、1番、2番は絶対正解しなきゃいけないところですよ。何も難しいことは要求されてないですね。で、次の問いの3番、ベータについて、これは市場ポートフォリオのリターンが1%上がったとき、その個別銘柄のリターンが何変動する傾向があるかを示す指標であると。表1の情報からは、えー、この市場ポートフォリオのリターン1単位あたりの変化ですね。 変化に対する各株式のリターンの変化によって求めることができますよと。まあそのことはね、このキャップ m のこちらの式を変形してあげて、ベータイコールに直してあげればね、わかりますね。キャップ m のこちらの公式がありますけども、まあこれをベータイコールに直してあげれば、まあこういったふうに、市場ポートフォリオの期待収益率からリスクフリーレートを引いたものを分母にとって、分子に個別銘柄の期待収益率からリスクフリーレートを引いたもの、 まあこれ個別の銘柄のリスクプレミアムってことになりますけど、まあ、これを分子にとって β っていうのを表すことができることからもこのクーランさんには変化っていう言葉が入るのがまあわかるのかなとは思います、はいまあ、少なくとも、ね、あの選択肢が与えられているんでそんなに埋めづらい内容ではないのかなと思いますで問題はここ問題3の2もうこれができるかどうかによってこの問題の出来は変わってきますね この景気敏感株式のベータとディフェンシブ株式のベータがいくつかな、いくつなのかっていうのが問われてるわけですけど、これ多分間違いとして多いのが、この景気敏感株式の期待収益率っていうのを問いの一番で求めていて、で、それが何パーだったかというと、こちらの5%ですね、5%。で、こっちが4%ってことになるので、この5%と4%っていうのが、 この証券市場線上に位置してるっていうふうに考えてね、計算をする。5%4% っていうのが証券市場線上に位置してる。だからキャップ m これ使ってあげて、リスクリレート1%ですから1、1%プラスすることの、ベータかけることの、括弧、6%マイナス1%ですね。市場ポートフォリオの期待収益率からリスクリレートを引いて、これ市場リスクプレミアムと呼ばれるものですけど、これイコール、 5%とかっていうふうにして、景気敏感株式のベータを算定しようとする。あるいは、ここを4%にして、ディフェンシブ株式のベータを算定しようとする。こういうね、間違いが多いのかなと思います。この問題ね、よく問題文読んでもらうと、市場ポートフォリオは効率的ポートフォリオであると言ってるんですね。市場ポートフォリオについては、要は、 理論的な期待収益率が形成されているってことを言ってるんですよ市場ポートフォリオについては理論的な期待収益率が実際の市場において形成されているってことを言っていてこの他の景気敏感株式とかディフェンシブ株式については何も言及されてないんですよここで示されているのが単なる実際の市場において形成されている期待収益率であって理論的な期待収益率ではないんだっていう読み取りをしなければいけないんですね でそのことっていうのは、ここの冒頭の文章からもわかるんですけど、これ以降解き進めていくとね、この次の問いの5番の計算のところで、前線の α の計算っていうのが問われているんで、そこでまあ気づけるのかなと思います。前線の α ですね。まあ、前線の α っていうのは、そういった実際の期待収益率と理論的な期待収益率の差をとって計算するものなんで、 どこにもねあのここの表の資料表で与えられているものがこれが理論的な期待収益率であるとするならば実際の期待収益率がどこにも与えられていないという話になりますんでねこの問いの5番を解く段階になって入ってからねあのこの表の資料っていうのが理論値ではなくて実際の期待収益率を表しているんだっていうそういったね判断を行うこともできますただまあ難しいですねこれはね この判断ができるかどうかっていうのは、その時の、まあ、ひらめきっていうレベルではないのかもしれませんけど、まあ、その時、気づけるかどうかっていうところだと思います。はい、じゃあ、実際に、この問いの3の2で問われているね、ベータはどう計算するのかっていうと、まあ、これは、こういう計算をやってもらってもいいですね。さっき、キャップ M を変形しましたけど、 まあこちらの市場ポートフォリオのリスクプレミアム市場リスクプレミアムを分母にとってまあ分子にこの実際の銘柄のねリスクプレミアムっていうのを取って計算するまあこういう形で求めてあげてもいいですしあるいは普通に強分散とかを使って計算してあげてもいいですね。 共分散とかを使って計算してあげてもいいと。まと、あ、こっちの共分かりやすいですかね市場ポートフォリオの分散を求めてで市場ポートフォリオと各銘柄の共分散っていうのを求めてまあこの市場ポートフォリオの分散を分に散をて分子にとって分子に 共分散というのを取ってあげることによって、まあ、ベータを計算することができるんでね、まあ、こういうあの要は公式に当てはめてね回答していくっていうのが一番分かりやすいやり方なのかなとは思います、はい、よろしいでしょうかあすいません今わ私先ほどちょっとご案内間違えましたねえっとベータのもう一つの あの回答の仕方としてあの、リスクプレミアムを取るではなくて、ここの差を取ってるわけですね、すみません、この22%から12%っていうところ、ここの差ですね、この2%から10%に、2%から10%に、収益率っていうのが上がったときにプラス8%になるわけですけど、分母にプラス8%を取ってで、こちらにプラス30%っていうところを取ってあげれば、こ四4.25っていうのを計算することができるんでね、4.25。 4.25ていうのがベータの数値として求まりますよと。はいまあ、こういう計算ですね、すみません、リスクプレミアムの話じゃなかったですね、ちょっとすみません、一旦たんねその、錯覚してしまいましたけど、この差を取ってあげれば OK と。はい だからまあここはね、こういう計算ができるかどうかっていうところがポイントになってくるので、まあ、なかなかその気づけないとね、あのここは正解できずに、これ以降全部間違えることになりますんで、まあ厳しいね結果になるのかなとは思います。で、問いの4番ですね、まあ、こちらについては、あのディフェンシブ株式と同じリスク特性を有するという話が出てきているんで、まあ、そのディフェンシブ株式の 理論的な期待収益率ですね。株主資本コスト率っていうのを計算してあげればいいだけなんで、まあ、証券市場戦場のこのディフェンシブ株式の期待収益率4.75%っていうのが正解ということになります。はい。で、次の問いの5番についてももう前線のアルファの計算ですから各自で見ておいてください。で、次の問題4ですね。問題4。問題4は、まあ、デリバティブについての話になりますけど、 まず問いの一番で最低取引について問われていますね。まずここがね、ちょっと難しいなと感じた方が多いんじゃないかなと思いますけど、一応講義中にね、解き方のヒントについてはあのお話をしていたかと思うんですけれども、まあ、この最低取引っていうのを考えていくときに、まずね、この先物の,の価格、先物理論価格っていうのを求めてもらうとね、この1000円に、 1>, 1プラス1%っていうのを加えてそこから50円っていうのを引いてあげれば先物理論価格が960円と求まりますんでこの理論値が960円であるにもかかわらず実際の値は1100円になっているわけですから、まあ、これ割高な数値になっているということがわかります割高、まあ、これは割高な数値になっているので割高なものっていうのは最低取引をするときに、まあ、売ればいいわけですよね売る だから、先物については、売り取引を行うっていうことがわかります。丸三番っていうのは、これは、先物の,の売りですよと。売り。まあ、売り立てですね、売り立て。先物の売り立てを行う。そして、最低取引を行うときには、先物と原資産の売り買いっていうのは逆になりますんで、先物を売ったんだったら、原資産は買うことになりますから、この A 社株式っていうのを、これは買うと。買い。二番は買いが入りますと。 じゃあ、この A 社株式を買うための資金はどうするのかっていうと、この資金っていうのは、空売りを行うことによって調達するわけですよ。あるいは借り入れを行う。債券の空売りをするか、銀行からの借り入れをするか、もうどっちでも同じことになりますけども、これは借り入れを行うことによって調達しますよと。まあ、こういうふうにね、一個一個順番ね、順序立てて回答していけばいいんですよ。先物については売りだなと。 で先物を売るんだったら原資産は買いだなと原資産買うためのお金どうすればいいかっていうと借り入れだなっていうふうに、まあ、順番にね判断していけばいいんでこのポジションさえ分かればあとはキャッシューをこのように見積もってね満期時において140円の利益を確保することができるということを確認してくださいよろしいでしょうか でここまででもう問いの1から問いの4番まで回答したことになるので、まあ、この問題はね、時間はかからないんですよあの回答時間としては早い方だったら本当にあの5、6分で終わる問題だと思います5、6分は言い過ぎかな10分はかからないかなっていうレベルだと思いますね、はい、で次の問いの5番につきましても、まあ、これは配当が増加した時にね先物価格やあるいはコール、プットどうなるのかっていうところでね これも知ってるか知らないかっていう世界になるかと思いますけど、まあ、先物価格についてはこれは下落することになりますよねあの問いの4番の計算ができていればわかるかと思います配当の金額っていうところが増えればねそれだけ原資産っていうところを保有しておく方が有利になるわけですよ、まあ、原資産を保有しておくのかこの先物の,の買い注文とかを入れておくのか、まあ、どっちがいいのかっていうのを比べたときに原資産を保有しておけば配当をもらうことができるけれども先物の,の場合だと配当をもらうことはできないわけですからね だから、原資産の方が相対的に有利になるんで、先物の,の価格っていうのは下落することになりますよと。で、オプションについてはどうかっていうと、この配当をね、たくさん出すってことになると、まあ、原資産価格っていうのがその分ね、下落することになりますんで、原資産価格が下落したときに、コールの価値はどうなるかっていうと、これはコールは上がると。コールの価値っていうのは、あっ、ですね、コールの価値下落するですね、逆ですね,ね、下がるですね、コールの価値っていうのは下落すると。 コールオプションっていうのはこれは買う権利なわけですから一定の価格で買う権利なんでその買う対象物っていうところが価格が高いほど有利なんですよねコールを保有するコールを保有することによってなるべく高い原資産のものを買えればねそれだけ得をすることができるわけですけど、まあ、原資産価格が下落すればね、まあ、この買う権利っていうところは当然価値が下落することになる逆に売る権利についてはね価値が上昇することになりますねプットオプション 一定の価格で売ることができる権利で、原産価格がどんどん下がっていけば下がっていくほど得をすると、権利行使することによって得をすることができますよと。まあ、この先物、コール、プット、おのおのね、配当が増えたときに、原産から生じる配当が増えたときにどうなるのか、まあ、そこを今一度整理してみてください。で、最後、問いの6番ですね。この先もの先売りと 同じペイオフとなるようなオプションの組み合わせをしていきましょうということで、まあ、先物の,の売りと同じペイオフとなるオプションの組み合わせ問われているわけですけど先物の売り取引っていうのは横軸に減産価格縦軸にペイオフっていうのを取ったときにこういった一本の直線としてねペイオフを表すことができるとでこれと同じペイオフダイアグラムとなるようにあのコールとプットを組み合わせてあげましょうってことで まあここはまあ試行錯誤的に考えてもらってもいいと思うんですけどあの結論から言うとね、まあ、これはコールオプションの権利行使価格が同一のコールオプションの売りとプットオプションの買いを組み合わせればいいと権利行使価格が同じコールオプションとプットオプションそれぞれまあ買いと売り,を組み合わせ売りと買いを組み合わせてあげればいいですよとでプットの売りだと あ,あ、プットの買いだと、こういったペイオフダイアグラムになりますよね。プットオプションの買い。で、コールオプションの売りだと、まあ、こういうペイオフダイアグラムになると。で、この二つを合わせればね、この二つを合わせれば、まあ、こういう形になりそうだなっていうね、そういう当たりはつけることできると思うんですよ。まあ、コールの 売りとプットの買い、この2つのペイオフダイアグラムを重ね合わせることによって、まあ、こういった1本の直線としてねペイオフダイアグラムを描くことができそうだなっていうねそういう冊子はつけることができると思うんですねで仮に冊子がつかなかったとしてもね地道な作業で回答を進めてあげてもいいんですよ、まあ、一旦ねまあプットの回とかコールの回とかいろいろね入れてみてでこういう具体的な数字設定を行った上で 先物の売り立てと同じペイオフになってるかどうかっていうのを確認してあげればいいのかなとは思いますんでね、まあ、ここはどのみちねその時間はあるのであの地道に具体的な数字設定を行って回答していくっていうのでも構わないですねはいよろしいでしょうか、まあ、以上がね今回の 本試験の解説とということになりまして簡単ではありまますけどもここまでにしたいいなと思います、まあ、あの先ほど申し上げましたとおりとにかくねこのファイナンス分野ここに軸足を置いて勉強しなければいけないんですけどもそのはめ今回の本試験についてはちょっとファイナンスが解きづらい内容となっていてあのなかなか高得点を狙うのが難しい内容だったのかなと思います。 でまあ、その方はねやはりそのもっと基本的なところといいますか今回全然できなかったよっていう方についてはやっぱり足元をね固めるそこの作業をしていく必要性があるかと思います結局今回問われているね第2問の問題1とかあるいは問題3もそうですけども、まあ、実は問われていることはそんなに難しくはないんですよただその考え方とかが曖昧な部分っていうのを少しでも含んでいると、まあ、うまく対応することができないということになりますんでね もうどの科目にも言えることではあるんですけども、その基礎的な部分の土台の部分っていうのをしっかりと固めるっていう作業をやらないことにはね対応力っていうのが上がっていかないので、まあ、ファイナンスについてはね特に抽象的な部分が多かったりするので、あまりピンときづらいところっていうのはねあるのかなとは思うんですけども、まあ、しっかりとねその各論点ですね、整理するっていう作業を今一度行ってもらえればなというふうには思います。はい まあそれではではすね、これで令和3年の論文本試験の解説は以上となりますので、えー、本日も皆さんお疲れ様でした。